はい、レオンチャンネルです。ライドキミトレカー大投票中間発表ですよね。投票上位10位までの仮面ライダーはレジェンドキミトレカとして商品化っていうこの企画ですが、まずは上位20人まで第一次投票で絞り、で、僕はこの3人に入れました。ドン、仮面ライダーアーク1、仮面ライダー10が仮面ライダーブラック RX ね。あえて技術系を外したのはやっぱりね、近しい作品の方が絶対こういうのって票が入りやすいから、まあ技術系は僕が投票しなくても誰かしらが投票するだろうっていうのであえて回避し、 V3 とかも迷ったんだけど、ちょっと RX は外せないかなっていうのでこの3人にしました。ということで本日上位20仮面ライダーが大公開されましたので見ていきましょう。どんな感じですか？第二次受付が、あ、もうそれも始まってるのか。3月29で締め切って、4月26に結果発表で、要は1ヶ月空くってことは、そこまでに、もうケミーのイラストも仕上げちゃうってことっすよね。あ、もう、待て。なんか1位から乗ってたから、ちょ、1位、下から行くわ。20位、見ていきましょう。ゲーム無双ゲーマー、仮面ライダーアウトサイダーズ。まあ、これも割と最近ですね。ガシャットこそ、独自路線ではありますが、無敵ゲーマーのゲームバージョン的なビジュアルですね。まあ、どう見てもセフィロスなんだけど、ほうほう、なるほど。で、他には、あ、10が、ありがとうございます。19位、10が、ちょっとこれ僕が言ったのもあったのか。まあでもそもそもファン多いっすよね、ジョカリ自体に。あの動画が5万回回ってるから、まあ、もしかしたらちょっと影響があったのかもしれないですね。で、ゲームゾンビゲーマーレベル X。ちょっとダンクロと強すぎんか。17位がダブルファングジョーカー。ああ、そう。こういう投票ものってさ、まあ、結局ダブルでしょ？結局オーズダブル電王でしょ？みたいなところがあるんだけど、もうすでに1号ライダーとかがカード化されてるから、今回はそういうのをね、回避しやすいっていうか、それが面白いとこですよね。16位がディケイドコンプリートフォーム21。意外。まあ、でもカード映えするか。15位がファイズアクセルフォーム。ほうほうほう。ファイズに風が吹いてるってのもありますよね、20周年で。16位はパンクジャック。パンクジャック14位ってことは、ギーツ系絶対もっとじゃんじゃん来るでしょう。さらに、あ、全員なんだ。いや、僕、全員も投票するか迷ったから、アウトサイダーズね。まあ、かっこいいもんな、ライダーカードをさ、裁断して、技を使うみたいな。TTFC 見てない方は、ん？って思うかもしれませんが、こういうね、正義のほら、ニコッと笑ってるんだけど、こいつがやばいやつなんですよ、また。でも、そもそも全員がやばいっていうのに一番最初に感づいたのが、1000% さんなんだけど、なのでその対抗組織として、アウトサイダーズがいるみたいな話だったけど、1000% さんが全然話に絡んでこなくなって、今もう、対立構造がぐっちゃぐちゃになってますよね。あ、でも全員はね、いいと思うよ。12位、ディケイド劇場隊。へぇー。ディケイド人気。まあ、基本でも、ビジュアルそんな変わんないからね。副眼がちょっと釣り目になってるぐらいですからね。おー、ありがとうございます。アーク11。よっしゃー。いや、ジューガは結構、まあ、ジョカリファンもあって、まあ、でも、アルトが変身するからな。それも強いのかな。まあ、アーツ化もされましたしね。やっぱり、結構人気なんすよ、アーク1。でも11位か。あとはブラック RX が来れば。10位は、誰でしょうか。ビルド、クローズビルドフォーム、今年今暑いからな。そっか、黒ビルか。いや、年始からライダーストア東京で、クローズビルド特集始まってて、なんでかっていうと、ウータツで、去年がウサギ年、で、今年がタツ年で、ちょうどそれをまたぐ、このウサギとドラゴンモチーフが、2024年にすごい合ってるんじゃないかっていうので、関連アイテムもめちゃくちゃ出てて、そっか、黒ビルなぁ、かっこええもんな。でも、黒ビルのカードは確かに欲しい。なるほど。あー、でもほら、もうジョーカーとか何も言わなくても入るでしょみたいなことを言ってたけど、やっぱジョーカーか。はい、9位仮面ライダージョーカーですね。まあダブルはね、フト探偵が連載中で実質今も終わってませんからね。新規エピソードがバンバン来てるんで。8位はドン、タジャドルコンボエタニティ。これは意外。映画あれだけ
炎上したのに、まあ、僕はどちらかというと受け入れた側のスタンスなんだけど、いや僕はねどれだけ良かったって言っても CSM のさエタニティのスピナーがついてたあれ2万5000円ぐらいしたやつだっけ、 CSM ついて4000円ぐらいまで一時期値下がって4500円とかで、あーだから僕がどれだけ面白いと思ってもう世間の評価はそうなんだなみたいなのをすごい痛感した作品でもあったね。まあでも逆にそれによってねなんか伝説になった作品ではあると思いますけどね。それのメイン変身フォームのタージャドルコンボエタニティね、これですね、タージャドルコンボエタニティ、まあビジュアルだけで言えば本当にかっこいいもんね。7位はおい、あーほらもうこれも絶対入るって言ってたじゃん、グリスブリザード。あれ今ビルドなんか盛り上がってんだっけ、あれかおもちゃがめっちゃ出たりとか、プレ版のスーパーベストで、まあでもあれかビルド自体がその黒ビルから始まってる流れで盛り上がってんのか、あれなんか配信とかされてるんだっけ。まあね、ゼロ度の炎はね歴史に残る神エピソードでしたからね。じゃあ6位は、はい、あーカリスか、そっか、あまあそうだよね、カリスだけ抜けてんだもんね。ブレイドをカード化されてる、2号ライダー枠でギャレンもカード化され、でダークライダー枠でレンゲルもカード化されてるから、あーカリス絶対いるわ。そうだこれは上位に貼らないと。じゃあ5位ドン、おーオーズタジャドルコンボ、あそっかそっか、タットバコンボあるからよくない、結局やっぱオーズか、やっぱオーズ強いな。え個人的にはジオー枠とかもっと入ってほしいんだけどな。じゃあ次第4位、うーマジバーファーのプロージョンレイジはちょっと新しすぎて逆に入んないと思った、え意外。じゃあ第3位、ドゥームスギーツ、みんなあれじゃ直近の作品にがっつり引っ張られてるやんやっぱり作品が新しければ新しいほど引っ張られるんだよ。いやドゥームスギーツちょうどおもちゃ発売したタイミングだし、まだキャラクターがね良かったんですよ、その変身者が。マジか、そんなこと言ったらクロスギーツとか絶対入るじゃん。もうえ上位ちょっと予想するわ、どうせギーツでしょ、クロスギーツ絶対入ってる。え上位全部ギーツ系とかある、もうこの辺のマーク2とかレーザーブースト強いよね、まあ、個人的にはブーストマーク3も好きだけど、クロスギーツとレーザーブーストじゃない。いきます、第2位ドン、おーほらクロスギーツ、もう絶対そうじゃん、人気すぎんだよクロスギーツ。僕これあの自分の名誉のために言うけど、これカンニングしてないからね、事前に順位とかマジ知らないんで。でもまあこの流れだったらクロスギーツだよね。いろんなキャラクターが出てくれば出てくるほどエース撃破に肉薄したクロスギーツの評価上がるよね。と変身者のねメラの変身のあの変身カクカクっていうね、であのクロスするあの変身ポーズもかっこよかったし、これであともじゃあ1位レーザーブーストでしょ、1位じゃあ急にブラック RX どう、せいのドン、うわギーツワンです、予想外すぎる、そんな人気なのギーツワンですって、へえそうなんだ。僕はさギーツワンですはあの第2シーズン組の合体フォームみたいなそんなイメージを持ってて、要はロポとかケイロとか入るから、まあ合体フォームっていうか、まあ、みんなの力を一つにみたいなそういう仮面ライダーだけど、まあ、やたらと商品は出てんすよね、ソードとソードプレミアムとで今回のリボルブチェンジ、このままアーツ化いくのか。でもねこう全身にさ各キャラクターのクレストが入ってたりとか、ド派手な、まあ、カード映えはするわな、確かにな、それは全く予想外だった、普通にレーザーブーストかと思った。いやギーツ系の上位総なめやばくない、人気すぎだろ。でもみんなねジャマターウェイティングにね相当引っ張られてるとは思う。でもワンネスすごいな。でこっから上位10位までが商品化だから、まあワンネスクロスギーツドゥームズギーツバッファフロージョンレイジはカード化されるとして、僕の理想は残り6枠がカリス、グリスブリザード、アークワン、ゼイン、ジューガ、クロービルかな、あたりがカード化されたら僕が思うベスト10位かな。まあ6個しか選んないけど、この4つは不動な気がする。というわけでじゃ あ投票を第2次いきましょう。投票はもう一回こっから選ぶの、とりあえずリバイスから、だってめっちゃいっぱいあるじゃん、これ変なの選んじゃう場合もあるんじゃない、間違えてみたいな。10がいくわ、投票
投票しました。はい、10が、あとはアークワンっすね、01から。皆さんもアークワンよろしくお願いします。アークワン気を切符よ。でもアークワン11位だったっけ、いけるよ。はい、投票する、アークワン、オッケー。最後3人目、あーでもうーん、でもまあカリスかな、カリスに。でもカリス上位だからな、僕が入れるまでもなくって感じかな。でも全員はねカード映えすると思うんすよ、どんなケミーか見てみたいし。いやー、ここはあえて全員言っとくか。だからアナザー枠ですよね、その他の作品から全員が、あーあったね、もう一番下だ、アウトサイダーズ。はい、全員にしました、よろしくお願いします。これ投票の仕方合ってる？あ、ちょっと待って、3票投票したからもう押せなくなってるわ。だから投票の仕方合ってた。このもう一回、あの20年に絞られてないんだけど、もう一回投票する形なんだ、この枠からね。なるほどね。というわけで皆さんの予想はどうでしたでしょうか。あと投票したライダーは入ってましたでしょうか。僕の第二次投票は全員アークワン10がですね、みんなカード貸してほしい。この次の第二次投票で上位10種が決まりますので、推しライダーを決めて投票しましょう。ではここで1個当たります。以上レオンチャンネルでした。